読売新聞は数えきれない悪事を働いている。例えば、前川さんの記事は本当にひどい。内閣の調査室の情報を垂れ流し、新聞人として許されない。反省しているか？はい、反省しています。じゃあ、読売新聞は新聞を廃業する。それでいいな？はい、廃業するようにみんなに言います。